アンディ・レーモン・シュレクは、ルクセンブルク市、モンドル・フレバン出身の元自転車競技選手。兄も同じく、ロードレース選手のフランク・シュレク。父のジョニー・シュレクもブエルター・エスパーニャで、ステージ優勝を挙げた経験もある、元プロ自転車選手だった。チーム CSC のスタジエル選手を経て、2005年に、同チームとプロ契約。2010年まで、兄、フランクと共に、 同チームに在籍。ジュニア時代の2003年には、国内選手権の個人ロード、個人タイムトライアルの両方を制している。プロとしては、ルーキーイヤーとなった2005年、ルクセンブルク国内選手権、エリート個人、タイムトライアルを制覇。2007年のジロでイタリアでは終盤に追い上げを見せ、総合優勝のダニーロ・ディルーカに1分55秒、及ばなかったものの、 総合2位と検討。同レースの新人賞を獲得した。この他、同年のジロディ・ロンバルディアで4位に入り、UCI プロツアーの総合ランキングでは、兄のフランクを上回る15位に入った。2008年のツールド・フランスでは、終盤に入って、総合優勝圏内にいた兄、フランクや、総合優勝を果たすことになる、カルロス・サストレのアシストに回る形となり、 とりわけ、アルプスコエステージにおいて、集団を牽引する力強い走りを披露。カデル・エヴァンスや、ベルンハルト・コールらに追撃する機会を与えなかった。また自身も、第16ステージ終了時点で、マイ・オブランを主中にし、最後までロマン・クロイツィガーと競り合うことになった。第20ステージの個人タイムトライアルでは、中間ラップでは、クロイツィガーに大きく、 遅れを取り、終点転落の危機となったが、終盤も理解して、黒い側いに41秒しか縮めさせず、前年のジロに続き、ツールでも、新人賞獲得を果たした。総合は12位。その後、北京オリンピック、個人ロードレースにおいて4位に入った。4月19日から始まったアルバンのクラシックにおいて、19日の、 アムステルゴールドレース10位、22日のフレッシュワロンヌニーと、まとめ、26日開催のリエージュバス投入、リエージュでは、残り約 20km 付近の上りで決着をつけ、優勝を果たした。同年の国内選手権、ロードレースも優勝。ツールドフランスでは、アルプス山脈第1ラウンドの第15ステージにおいて、アルベルト・コンタドールに43秒差の区間2位に、 入り、総合5位に浮上。同第3ラウンドの第17ステージでは、兄、フランク、コンタドールと共に、同タイムゴールを果たし、この時点で、コンタドールに2分26秒差の総合2位に浮上した。その後、第18ステージの個人タイムトライアルで、コンタドールに差を広げられたが、総合2位でフィニッシュ。また同レース新人賞を前年に続き獲得した。 国内選手権 ITT 優勝ツールドフランス総合優勝へツールドフランスではアルプス山脈超えラウンドとなる第8ステージで区間優勝しマイオ・ジョーヌをダッシュその後はアルベルト・コンタドールとの巨巨実実の駆け引きが続く展開となったがピレネー山脈超えラウンドに入った第14ステージまでコンタドールに31秒差をつけ 総合主意を守っていた。しかし、第15ステージ、バレ峠付近の残り約 24km 地点で、チェーントラブルに見舞われ失速。この区間で39秒差をつけられ、総合8秒差で、コンタドールに、マイオジョーヌを奪われた。しかし、ツールマレー峠がゴールとなった第17ステージでは、同タイムゴールながらも、コンタドールを制し、今大会2勝目を挙げた。 もっとも、第20ステージの個人タイムトライアル終了後、39秒差に広げられ、前年に続いて、総合2位となったが、今大会が最後となる、新人賞を獲得。ツールの同賞としては、ヤングルリヒ以来となる、3年連続の受賞となった。なお、2012年2月6日、アルベルト・コンタドールが、スポーツ仲裁裁判所より、 クレンブテロール要請を認定されて2年間の出場停止処分が下され、2010年のツールド・フランス以降の記録がすべて抹消されることを受け、アンディが繰り上がってツールド・フランスの総合優勝者に認定される見通しとなった。2012年3月27日、ツールド・フランスの運営責任者、クリスティアン・トリュドムが、ベルギーの新聞、ル・ソワール氏にて、 当人の総合優勝を祝う公式式典を行う用意があるとの発言を行ったことから、この時点でツール・ド・フランス総合優勝者として認定されることになった。2012年5月29日、ツール・ド・フランス主催者 SO は、アンディに対し、繰り上げの総合優勝者として、当年ツールのマイ・ヨジョーヌを授与する公式式典を行った。この式典は、 出身地のモンドルフレバンにて行われ、ツール・ド・フランス・運営責任者のクリスティアン・プリュドム、障害責任者のベルナ・ールイ・ノーラが出席し、正式にアンディに、当年のマイ・ヨ・ジョーヌが授与された。2011年、チーム・レオパード・トレックに移籍。ありがとうございます。